ジョジョの奇妙な冒険。オールスターバトル !R! はっはっんあっねえくらチチャんチェッチェそこだはっやっておりゃはっどうだムーンイエッサーレッドバインド手加減はしないほう行くぞ追い詰めたぞえんチェチャちょぬその程度かメルシーボーク炎を自在に扱える炎の魔術師ウ バッドニュースおのには異常なしバカだバカだ信じられんくそ非常にまずい 様貴様はこのまま無事で帰ることはできないマジシャンズレット手荒くなるぞ戻れ戻ってこいなったと強い何お許さんダメだね<え>まだだ !Yes! I am! マジシャンズレットは許さんクロスファイヤーハリケーンスペシャルクライクロスファイヤーハリケーンクロスファイヤー ハリケーンクロスファイヤーハリケーンバリエーションバリエーション焼き尽くしてやる焼き殺してくれる荒っぽくやらざるを得ませんが、少々手荒くなるぞ炎のロープ縛り付けてやるこの炎は生物探知機だ炎の生物探知機 !L 2 u 地獄を貴様に来た今だ蒸発させてくれるう 今すぐ行く助けに来たぞ上太郎下京医ポールナルフイギジョスターさんマジシャンズレッド蒸発させてくれるくらえクロスファイヤーハリケーンスペシャルはその馬鹿げた髪はよく燃えるだろうな。私が、君の未来をこの炎で占ってやろう。予言しておこうか。お前は私に敗北する。なんだ、この男の声。 なんと心が安らぐんだ。だからこそ恐ろしい弾丸など焼き落としてやるほらお前の大好物だこいつで落ち着くんだジョースターさん。私は構いませんが、よろしいのですか少々手荒くなるぞ。いいのか、科教員。私の炎は血と荒っぽいぞ女貴様を炎で焼いてくれるこいつはミイラ鳥がミイラになるな。 ポルナレフ勝手な真似は許さんぞけ怪物名焼き払ってくれる上太郎成長したお前を見せてもらうぞ偽物名化けの皮を焼き払ってやるぞ私の炎が自然通り常に上の方や風下へ燃えていくと考えないでいただきたい。炎を自在に扱えるからこそ、マジシャンズレッドと呼ばれている。わざわざ予言するまでもなかったな。勝てたのか 幸運だった。どうしたタバコの火が消えてるぞ。つけてやろうかし、しまった箱の方を取られた。紙ぐらい取ってから食えど、大丈夫ですかジョスターさんあそこまではっきりした形で出せるとは、いない危なかった。なんて射程距離だ。本当に、本当に厄介な敵だった。言ったことじゃないうぬぼれが強すぎるぞ ポルナレフ不意打ちさえ食らわなければ、貴様ごときには負けん相変わらずのパワーとスピード上太郎、さすがだな実は私のクロスファイヤーハリケーンにはバリエーションがある。アンクの形の炎だが、一体だけではない。分裂させ、数体で飛ばすことが可能予言は外れたようだな。スタンド使いとしても、占い師としても二流化。これですよ、これ これこそ、このモハメド・アブドゥルのイメージこういう役こそ私のキャラクターですははははははマジシャンズ・レッドは許さん。ダメだね。イソップの話にある。寒風では旅人は衣をまとうだけだが、暑さは根を上げさせる。釣られた男に刺された背中が、まだ完全に治ってなくてな。さっきはその傷をかばってたせいで、 パワーを出し切っていなかったのよ言ったろ私の炎は分裂何体にも分かれて飛ばせるとモハメド・アブドゥルが生きている。このバッドニュース。早いとこディオのやつや仲間のスタンド使いどもに知らせなくてはいけないんじゃないか走り回りましたから腹が空きましたね。恐るべきパワーだった。初めて出会うエネルギーだった。これだからいいんですよ。 これがああ、大丈夫。ちょっと突っ張るがな。敵でなくてよかったって思うぞ。お前には勝てんどっちみち、三ヶ月は立ち上がれんだろう。あくまでも騎士道とやらの礼を失せぬ奴。殺すのは惜しい。何か訳があるな。こいつ。心配して来てみりゃ、言ったことじゃないおいディオの野郎は元気か炎には今、生物反応はなし。Yes! I am! 地獄を、貴様に、エルトゥユーあれ笑え大声で笑いながらするのが作法だぞ笑え笑えはハハハハ焼き尽くしてやるマジシャンズレット相当うぬぼれが過ぎないか恐れいる。いいか。貴様はこのまま無事で帰ることはできない。貴様が言い出したのだ約束は守ってもらうぞこいつはミイラ鳥がミイラになるな。いえい、幻滅しただけです。 あんな奴だったとは思わなかった。貴様話を聞いているのか関係ないねって風な顔をするんじゃない嫌だというのか !10 年は早いんじゃないかなこれだけ広い場所なら、思う存分スタンドを操れるというもの。意外っち静かに。おう、どうぞ。無理と試してみたいな。うぬぼれが強すぎるぞ。勝手な奴だなかなか予想外のパワーだったな。さて、こんなものかなけっ この私が、熱気に押されているだとなんというパワーのスタンドだ。下手するとこちらが危ない。この女、磁力を操っているのか恐るべき剣裁き。見事なものだが、この私を倒すだと相当うぬぼれが過ぎないかそうカリカリするな。自ら負けを早めるだけだぞ。このモハメド・アブドゥルが、君を牢屋から出してやろう。 君の父親と同じようにな。まさか血液を沸騰させるとは。恐れ入った。あそこまではっきりした形で出せるとは。意外俺には鉄をも溶かす炎がある占い師の私に予言で戦おうなどとは、十年は早いんじゃないかなスタンド能力は見事だが、切れやすい性格は、何とかした方がいいんじゃないかあはっはっはは やはり親子だな。口ぶりまでそっくりじゃないか。Yes, I am! 占い師の私に予言で戦おうなどとは、10年は早いんじゃないかな。三つの願いを四つにしてくれ。ほーれ笑え大声で笑いながらするのが作法だぞ笑え笑えクロスファイヤーハリケーン スペシャルジョースターさん。見ての通り、彼を牢屋から出しました。が、マジシャンズレッドは許さん。ダメだね。あくまでも騎士道とやらの礼を失せぬやつ。心配してきてみりゃ言ったことじゃあない。うぬぼれが強すぎるぞ。ポルダルフイジー危ない私の能力、スタンドは、 マジシャンズレッド。結構熱くなるタイプだからな。その程度か。メルシーボーク。炎を自在に扱える。炎の魔術師。あ h バッドニュース炎には異常なし。マジシャンズレッドは許さん !Yes!I am! マジシャンズレッド蒸発させてくれるらえクロスファイヤーハリケーン スペシャルクロスファイヤーハリケーンクロスファイヤーハリケーンバリエーション焼き尽くしてやる少々手荒くなるぞ炎の生物探知機地獄を貴様に来た今だうーー第一の願いは痛みの叫びを出させること第二の願いは 恐怖の悲鳴を上げさせること財産の願いは、公開の鳴き声だそして私のクロスファイヤーハリケーンを改めてくえ、暗らアンクの形の炎だが、一体だけではない。分裂させ数体で飛ばすことが可能炎に焼かれて死ぬのは苦しかろう。